しまいにこれだけ聞いて急がなあかんわ、こけてまうね。これあれだよ、リップクリームとか入れて持って帰ったね。あ、しかも止めやすい。はい、以上がママの福袋です。この子絶対離さなかったんせーの、じゃん。はい、もうすでに見えてると思いますが、今日は福袋を開けていきたいと思います。はい、今日何時オープンの店から攻めましたか？8時。はい、8時から9時までのお店はしごして買ってきました。はい、物によってはもう事前に買ってるものもあるんですけども、いっぱい紹介していきたいと思います。はい、せーの、レッツライ。今年福袋を買ったという人はチャンネル登録よろしくお願いします。いっぱいあるのでサクサクと紹介していきたいと思ってるんですけども、今年のテーマは主に雑貨、衣服類っていうよりかは雑貨を中心として、あとちょこっと服がありますよって感じで買ってきました。はい、じゃあ馴染みのあるものから紹介していきましょうかね。はい、じゃあ一回撤去。一つ目はサティワンです。じゃあ中身どうぞ。中には4つのアイテムと金券の方入ってます。ブランケット。2つ目ホワイトボード。冷蔵庫に貼れるね、それね。うん、3つ目折り紙メモ。それね、見て見て、サーティワンなんでしょ。そう、ママの大好きなアイスだよ。ラブポーションサーティワン。はい、どうぞ。4つ目付箋。これに金券、サーティワンの金券が2000円分入った福袋です。今回はちょっと文具に特化したものが多いね。はい、じゃあ次行きます。はい、二つ目はミスタードーナツです。はい、こちらは元旦じゃなくても売ってたやつです。販売当日にすっごい列に並んで買ってきました。じゃあ中身紹介お願いします。はい、今回のパックは1000円、2000円、3000円ある中の2000円のパックの方買っております。ごめん、マスキングテープです。ゼニガメとかピカチュウとか、あとね、今の世代のポケモンちゃんが乗ってます。2つ目エコバッグ。3つ目ブランケット。はい、今回エコバッグとブランケットの方は種類2種類あって、まあ選べないんですけど、あやはやたちの方はこの柄をいただきました。こんな風にしまえちゃったりもします。次はカレンダーです。最後は金券です。今回期限が長くなって5月の31日まで使えるそうです。はい、160円までのドーナツと交換っていうこと。20個。はい、20個分あります。はい、以上がミシロの福袋でした。次いきます。はい、次はしまむらの福袋です。今回買ってきたのはあやはやのパジャマになります。はい、はやのをまずどうぞ。アウトドアのパジャマセットになります。はい、もこもこのやつから春先に着れるちょっと薄いの、あとはほんと長袖調のやつが1枚なので、1セット2セット上の服のセットです。はい、なんか今までキャラクターのやつを買ってたんだけど、もう130の服が多分今年着れなくなるよね。なので140を買いました。この冬ぬくぬく着てくれるといいんですが、次はじゃん、来ました。スミクだ。はい、去年はお洋服買っております。はい、ということで今年はパジャマです。あやさんも150のパジャマではちょっとお袖が寂しいってことだったので160のを買いました。はい、もうこれ以上大きくなったらあなたには入るすみっこちゃんのパジャマはなんでありません。いやだ。はい、じゃあ紹介お願いします。袖が小さいだけなんだ。まず薄いパジャマ、ちょっと厚手のパジャマですね。これズボン付きです。で、今も愛用しているモコモコのパジャマの160番というのが島村で買った福袋セットでした。はい、次いきます。これも毎年恒例で買っているものです。はい、でもね、今回違うことがあったんだよね。はい、何でした？なんか中身が見えた。そう、なんかね、今年の店員さんはサービスなのか、うん、細かいことが苦手な方なのか、中身が見えるような感じで売ってました。いつもね、これがねがっつりここでハマってるんだけど、今年こんなところにあるから見えちゃうんですよね。あ、見えない見えない見えない。やめて。なのでちょこっと中身覗いちゃったんだけど、
まだ全部見てないんだよね。何を買ってきたんですか？これ小物アイテム福袋でございます。こちらね、1000円なんだけど、毎年倍以上のものが入っているお得なものです。今年ね、こっそりママも一袋買っちゃったので、まあ、これを個人的に頼ましませてもらうんですけど、あやさんのは開けたいと思います。はい、交換して。いいのがあったら交換しようね。じゃあどうぞ、まず開けてください。よっちゃん、あやさん、これが一番表にあったのでこれを選びました。はい、本当の丸型ですね。チャック式のポーチになります。結構丈夫です。あ、裏地もついてる、ちゃんと。多分これ500円以上するお品だと思います。ミトンです。リラックマの料理ですね。熱いものを掴むときに手にはめるものです。あのお値段が1680円。1680円、やばということで、それだけで元が取れちゃういますね。調理に必要なものなので、これ使ってあやさんにちょっと今年頑張って料理してもらいましょうかね。なんか聞こえたよ。せーので、じゃん。ん、なんだこれ。着替えセット。あー、リラックマちゃんに着せるお洋服とイヤーカバーですね。と、うん、いうことはお人形さん入ってるんですか。せーの。あれ、ちょっと違うな。せーの、じゃん。リラックマのミニタオル。あれ、これさっき見せたやつね。はい、せーの、じゃん。ミニタオルです。これもリラックマだね。はい、なんかほんとリラックマ率すごい高い。すみっこ。せーの、じゃん。物消しです。リラックマさん、これね、ちょうどいいサイズなんだよね、この大きさ。うん、こういうの学校で使えるからありがたいよね。うん、せーの、じゃん。修正テープ。あー、なるほど。これもちょっと筆箱入れて切るちっちゃいサイズだね。うん、トレード。私まだ使えないもん。それってさ、でもあやさんも赤ペン青ペン使ってるからいるんじゃないの。いや、持ってったら没収される。あ、没収されるんだ。じゃん。最後もリラックマですの。これは何、シャーペン、ボールペン。ボールペンです。以上が雑貨の福袋でした。今年の満足度お聞きしたいと思います。何点ですか。70点。あ、結構意外に低かった。なぜでしょうか。スニッコが入ってなかった。はい、あのスニッコのポーチっていうのは見えたんだけど、他のは見えなかったんだよね。うん、まあでもママ的にはまあそこそこ使えるものが多いんじゃないかなと思います、それ以外は。はい、次いきます。はい、残りいくつ。2つ。じゃん。ん、初めて見るやつですね、ここからは。どこで買ってきましたか。スリーコインズです。珍しいと思ったので買ってきました。はい、一袋で4点入って300円です。はい、しかも中身が見えません。はい、見えないタイプです。ここに来て中身が見えない福袋来ました。じゃあ開けていきたいと思います。はい、どっちがいい。こっち。なんかこれ箱っぽいんだよね。はい、あの買ってきたのは子供用のアイテムが入ったもの。はい、青色の方ですね。でもう一つはなんか雑貨が入ってるもの。分かりました。あとはアクセサリーとかネイルとか、あと何だった、ふわふわのルーム関係のものかな、があって、この2つをあえて選んできました。はい、じゃあ開けましょう。せーの。あ、中に入ってるんだ。曲がらないようにダンボールに入ってたんだ。じゃあ紙系かな、かな。じゃあ1つずついきます。せーの。じゃん。あ、でもちょっと文具系じゃないそれ。はい、1点目ノート、2点目ボールペン、3点目ファイル、4点目ファイル。1個目のファイルはマチがあるタイプ、2点目は A4 のファイルです。以上が3COINS の雑貨の福袋でした。結構なんか大人っぽいシンプルなものだったね。はい、はい、次いきます。今度はキッズアイテムになります。手袋とかなんかそこら辺のものが入っているって書いてありました。対象年齢0歳から8歳のものが入っている。はい、じゃあ一つずつお願いします。せーの、じゃん。あ、首、耳だ。反対だ。反対。違う、なんか違う。あ、耳、なんか耳って誰の出るけどね。小さい。ちっちゃいな。ちょっと早にもちっちゃいかな。はい、はい、あやさんにはちっちゃいですが、手袋です。お、帽子です。ああ、あり、ありか。下向かなければありかな。はい、
はい、マフラー。あ、おお。あの色目的に統一してあるね、赤で。あやが好きそうな色やね。よかったよかった。以上が 3COINS キッズの福袋でした。まあちょっと今回試しに買いましたが、これこそザ福袋って感じだよね、うん、何が入ってるかわからない。ラストの店舗になります、はい、これなんだけど事前情報ですっごいものが入ってるって。去年まではね、なんかねちょっとクーポン券が使いづらいみたいな話もあったんですけど、今年の福袋は買いますっていう人がいて、買えないと嫌だったので24時間店舗のお店なんだけど、そこは日付をまたいだらもう販売するってことだったので行きました。パパが行ってくれたんだけど、なんと着いたらもう30組ぐらい並んでるらしくて、夜中の0時だよ。すごい怖いとかと思って、でなんとか1人2袋まで買えるんですけど、今回1袋のみ買っております。はい。でツイッター調べたら、私買えませんでした、侮ってましたっていう人もいるんです、まあ、中にはもうたくさん買ったよって人もいるんだけど、今年どんな風になってるか開けていきたいと思います。今回の福袋の目玉です。せーの、じゃん、マクドナルドの福袋になります。じゃあいきます。せーの、じゃん。まず一つはトートバッグになります。はい。あら、ほら、あれ、あれ、あれ、ほら、あ、下げるって、はい、肩から下げられるように紐もついてます。はい、すごい。しかもね、結構丈夫な感じですねが入ってました。で、中身を開ける前に、今回なんと福袋の中に10個に1個の確率で当たりが入ってるらしいです。当たりは金のマックカード500円分。さあ、それが入ってるかどうか。袋の中に全部まとめて、じゃあ袋出してください。はい、せーの。パッと見で入ってそうですか。これでな、これは実は3270円分相当の商品無料券らしいです。これみんな入ってます。あー、入ってないかも。あー、2way トートバッグの中に行きます。はい、こちらって見えてますが、はい、どうぞ。フェイスタオル、このフェイスタオルは2種類あるそうで、ランダムで入ってて、今回はこちらの柄です。デリカップ、このデリカップは3種類ある中の1種類。ポテトタイマーです。これが皆さん欲しいと言って並んでた原因のものです。あ、いいなり、いいなり。はい、で、まあ、それを聞く前にあともう一つありますよね。無料券です。はい、どんなものが入っているかというと、中に入っているのはグランクラブハウス1枚、テリヤキマックバーガーが2枚、フィレオフィッシュが2枚、チキンフィレオが1、ベーコンレタスバーガーが1、マックフライポテト S2、チキンマックナゲット5ピースが2枚、全部で3270円税込み相当分入っております。そう、ジュースがなかった。あ、まあ、ジュースは自腹で買ってください。ということで、はい、せっかくなのであれやっていきましょう。マックのポテトを揚げるとき、揚がった後になんて音が鳴りますか。ティラリ、ティラリ。それが聞けるそうです。スマホで見て、お、すごい。ほんとポテトだ。じゃあタイマー仕掛けてみましょう。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1。あー。あー。あ、この音楽使える？っていう風になるタイマーです。お家のタイマーちょっと壊れかかってたからいいね。うん、というのがマックの福袋でした。今年も正月早々から並んでいっぱい福袋買いました。はい、気に入ったものは買いましたか。はい、来年やる。うん、まあ、来年どうしようかな。来年ピンクの袋は絶対買うよ。まあ毎年買うからね。皆さんはどんな福袋を買いましたか。よかったら皆さんが買った福袋を教えてください。最後まで見てくれてありがとうございます。
チャンネル登録、グッドボタン、サブチャンネルもあるのでよろしくね。バイバーイ。最後まで見てくれてありがとうございました。ありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録、グッドボタン、ぜひぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。他の動画もいっぱいあるので見てね。見てね。